その時期といえばやっぱりこう社会人だったりだとか学生さんの新生活のスタートだったり始まりだと思うので、聖徳家の曲を聴いてライブを見て背中が押されたみたいな、こうなんか勇気をもらえたっていうような、そのパフォーマンスっていうものは特にこの時期のライブはすごく意識してました。だからこうカラーガードでパフォーマンスして、こうファンファーレっていう応援歌で背中を押すとか、こうそういうの演出はなんか八号車に届いてればいいなっていう思いでやってましたね。一応こうセンターステージは同じなんですけど、こうなんて言うんだろう、その会場ごとに広さだったり違ったんで、なんかそこで何回もフィーザライトのこう入りのたかしの歩き具合のこの尺感とか、その、まあ、照明感だったから、そのメンバーの立ち位置のそのドア玉の導入の部分とかっていうのはすごい細かくなんかこだわったなっていう記憶があります。大切にしてたのがビリオンビーツっていう曲、うん、メドレーの前だったんですけども、ソロパートがあったりだとか、あとはこうなんだろうな、まあ、ケーキみたいにこう真ん中のステージが三段に重なってそれぞれメンバーが立ってるみたいな、こうなんかこう俯瞰で見るとすごく綺麗だったんですよね。なんかそれがこう僕の目線からもお客さんとのその高さ、スタンドの部分と同じ立ち位置だったりとか目線があったりとかはすごくこうなんか近くにいるなっていう感じがして、映ってないんですけど、そのブルーレイでは映ってないんですけど、フラッグの時のユウスケしか僕はちょっと頭いなくてこうキャッチなくした時のユウスケのっていうあの絶妙な間をすごく印象深くて僕は。でもその後にこう切り返してどん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 こう初期のユウスケって泣いてると思うんですよ。そこでもうなんかもう無理みたいになってると思うんですけど、そこをそれでなんていうんだろう、だいぶ成長したなと思いましたよ。このなんていう7年というか6年経ってを経て経てか6年を経て6年を経てすごいね、なんかそういうところはなんか男になったなっていうふうに思いました、はい、シーズンごとにやっぱ僕たちのなんていうんだろう、表現というか気持ちってものを僕たちが先にライブで表現して、それを8号車の人たちにこうまあ頑張る糧になったらいいですし、こう何かこう気持ちを伝えるってものをしているので、これからもそれはしていきたいですし、うん、証明し続けることっていうのが多分超特急だなってすごく僕は思うので、まあ本当に初心じゃないですけど、初めの頃の超特急の姿っていうところもこう忘れないように、こう8号車の人たちに新しいだけじゃなくて、過去も大切にこういろんなこう8号車の人が、あ、ちょっと急こんな曲、あるんだって思ってもらえるようなライブができたらなとは思いますね、もう100曲近くになってくるので、音と人をつなぐ場所 M1 ミュージック。